さて次にですね、陸前高田市より北七福神舞の皆様です。さあご存知でしょうか皆さんね、陸前高田から、陸前高田からおいでの方いらっしゃいます？ありがとうございます。結構いらっしゃいますね。大きく手を振っていただきました。ありがとうございます。元気元気、ありがとうございます。応援に来てくださったんでしょうか。さあこのですね、陸前高田市はご存知の通り岩手の三陸沿岸の最南にあります。東日本大震災以後、町のシンボルとなった奇跡の一本松は皆様もご存知かと思います。北七福神舞は衣装や道具などが流されることなく、震災後も少しずつ活動を行ってきましたが、新型コロナウイルスにより活動を制限せざるを得ない状況が続いていました。しかしながらご記憶ある方もいらっしゃるでしょうかね。昨年三陸国際芸術祭のプロジェクト神長姫のオープニングアクトとしてご参加いただいたんですが、見たよという方いらっしゃいます？いらっしゃいます。ありがとうございます。ちょっと記憶をたどりながらの感じになるかなと思いますが、その参加をですねきっかけに、また再び団体の活動を活発化させようという動きが高まったそうです。そんなご縁もあり、北七福神舞の皆様は今年の三陸国際芸術祭のポスターのモデルに抜擢され、また三陸かがり火芸能祭のチラシのモデルにもご登場いただきました。今回の出演で今までテープだったお囃子を再結成することになりました。地元広田町の NPO 法人セットの皆様や町の、ちょっと拍手が出ますね、町の太鼓や上の名人たちの協力により新しいお囃子隊の完成となりました。それではただいまステージ上がっていただきまして、演舞前に少しお話を伺いたいと思います。北七福神舞より村上直哉さん、前の方にお願いします。なんかお顔見たことあると思っていたんで、ポスターに載ってますね。載ってました、はい、乗らせてもらって、はい、そうだ、伺いますところによると、この直哉さんだとみんな気づいてないという。そうですね、連絡はもらったんだけど、これ誰みたいな、話でした。で、俺って言うと、そうって。みんな、そうですね、7人、気づいてもらえない人が何人かおりましたね。はい、ぜひポスター、よく後で皆さんも見てみてください。ということでですね、いくつかお話しいただきたいと思いますが、村上さん、なぜこの地域の芸能を始めたんでしょうか？まあ、自分たちがこれから踊る舞が、子供の頃からずっと練習を重ねて、まあ、自分もこの地区出身ということで4年祭の方でも出させてもらってたりしたので、小さい頃から触れ合ってた、芸能ではあったので、まあ、今回こうやって国際芸術祭に呼ばれるにあたっては別に全然抵抗なく、むしろ嬉しく思ってます。はいはい、ということでですね、ありがとうございます。拍手上がってますね。応援してくださっている方もなんか今日はですね多いことを伺っているんですが、そんなこのちょっと少し元気なくなった芸能だったんですけども、またこんなにたくさんの方々が参加して、発展していっているわけなんですけど、これからこの地域の後輩たちに何を伝えたりとか、今後どうしていたらいいなという考えていることと思いありますか？そうですね、自分たちがこうやって活動が活発になったのは去年の、オファーをいただいてからの今年の国際芸術祭に招待させてもらって、まずは本当に これくらいのこんなに多くのお客さんも来てくれてまず嬉しく思います。ありがとうございます。でこれから、そうですね、自分たちが後世に残すことっていうのは、まあ、地元がそうですね廃れてきてるって言ってしまったらあれなんですけど、そうですね、廃れてきてるので、まあこれからを担う子どもたち、これからの世代のみんなに、この舞を届けれるように、そして、将来また地元に残ってくれる一つの選択肢に
なればと思います。その意味も込めて今回は踊るのでぜひご覧ください。ちょっと大人の皆さんで演舞されるのがちょっと最後なんですか。そうですね、一括りと思ってます。他は他の踊りとかに関しては子どもたちに踊ってもらう形になると思うので、今回のそうですね、舞が一括りの締めの舞と思いながら今回踊らせてもらうので、ぜひ楽しみにしててください。ありがとうございました。ではスタンバイお願いいたします。さあ、渾身の舞になるかと思います。スタンバイよろしいでしょうか。それでは早速踊っていただきましょう。北七福神舞の皆さんです。どうぞ。Thank you.
長く寿命も長く末広く夫婦の長さも盲ましく馴染みの長さも盲ましく家内は和合で末広く長門したりし巻物を一点豊かと祝いつぎ三日に川瀬がそよどふぐ五日にそろりと天下る五尺にあまりしながら頭振り立てあ振り立てあ振り立て振り立て舞い込んだが福六十あみっさいらほらDiner! Diner! 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 Di
ありがとうございました。皆様大きな拍手を送っていただきましてありがとうございます。北七福神前の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、やはりこのポスターのモデルになったということで、なんとなくこうカメラマンの方々がいつ結婚式のカメラマンさんのようにいっぱい撮ってる方いらっしゃるなと思ってですね、ありがとうございます。さあ、真の婚式もございました。これからお年祭なども高田ではあるんですが、子どもたちがこの郷土芸能を乗り継いでいくということでございまして、ですから、まあ、これからとって大人で舞うのは一国ということでありました。それを皆さんにこの場で見届けていただきましたこと、本当に嬉しく思っております。温かく見守っていただきました皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。